どうも、かぎんです。本日はですね、JR 東日本の東京駅に来ています。丸の内側の東日本の管理課だったと思うんですけど、今回はですね、特急踊り子号のグリーン車に乗っていきたいと思います。特急踊り子号ですね、まあ、特急踊り子号はね、2020年3月のダイヤ改正で E257系500番台に一部列車が置き換わるということで、まあ、踊り子号で現在の国鉄型と特急である185系が、なくなることも、まあ、そう遠くはないでしょうということでございます。まあね、国鉄型の特急電車を今使っているところといえば、まあ、八雲の参拝地形だったりとかするんですが、関東圏、まあ、東日本では、まあ、姿を消すと。さらに、国鉄型グリーン車と言われたものがありまして、それがですね、185系の200番台と言われる部類で、元、新前橋の方の所属の、やつ、まあ、今東村なんですけど、新前橋所属のですね、185系、水上草津などで使われてた編成は200番台といって、普通車は、特急踊り子会元から使われている A 編成よりもグレードが高いんですが、グリーン車の方は国鉄時代からのグリーン車の座席を使っているということで、 R27 っていうんですが、 R27 っていう、かなり、ね、グレードの高い、座席、まあね、グレードの高いっていうか JR になったらね、しょぼくなってしまったんですね、グリーンが。だから国鉄時代のままのグリーンの方がなんかめちゃくちゃリクライニング倒れると。ただ今のご時世、リクライニング全開倒したらちょっとまあね、やばいんじゃねっていうレベルなんで、まあ今はね、ちょっとリクライニング角度やってるんですけどっていうのが、今の東日本の特急電車ですけど、その、国鉄型の、ね、グリーン車 R27 の座席ではまだそのがっつり倒れている、原型の、グリーン車、国鉄時代からのグリーン車が今も残って使われています。その踊り子号は臨時の踊り子号でしか使われず、定期運用では A 編成、いわゆる元多摩地所属の元から踊り子で使われていたグリーン車がリニューアル済みの編成しか来ないんですが、今回乗車する踊り子109号は東京駅を10時30分に出発する電車で、今10時1分なんですけど、その特急踊り子109号は臨時の踊り子繁忙期のみ運転ということで、 OM 編成の7両編成プラス修繕地域の5両編成の12両編成での運転になっています。これの見分け方は、グリーン車が2両ついている、または10両編成なのが、踊り子の A 編成と言われている車両。まあ、いわゆる元多摩地所属の元から、踊り子でして使われたもので、水上草津から転用されたものは、7両編成で、グリーン車が1両という見分け方で、運用を見ることができます。何度も言いますように、185系のね、踊り子号は、OM 編成。と言われて、まあ、もう元水上草津200番台の車両は臨時の踊り子以外使われませんので、今後の内役際は繁忙期のね、臨時の踊り子の方に注目して見ていただけると、探しやすいかなと思います。定期の踊り子に入ることは基本はないです。では早速東京駅の改札の方にね、向かっていきたいと思います。向かっていきたいと思います。東京駅の改札は目の前です。こちら東京駅で多分一番しょぼいと思われる丸の内中央口から入っていきたいと思います。改札機が2台しかないよ。あ、3台しかないよ。はい、では東海道線の9番線ホームにやってきました。まだ来てねえわ。こちらに関して184-200ということで、200番台踊り子号の中でも OM 編成と言われる編成でございまして、こちらの普通車がね、青色のやつで、ちょっと新しめのやつです。じゃあそろそろ多分スーパーマスマスしてるな。6号車と11号車が修繕地域自由席となります。特急です。乗車のほかに特急電車となります。
19号、列車番号 8029M ということで、列車番号9000まで8000までは臨時列車となっています。今回乗車するのは、当然ながら、あの時グリーン車を紹介してグリーン車に乗らないなんてことはありましたので、グリーン車に乗ります。ちなみに臨時踊り子でも自然時踊り子がくっついてるし、かなり珍しいんですよね。下田駅の、踊り子が増発されることはよくあるんですけど、このですね、修善寺方面の踊り子が増えるっていうのはかなり珍しいことであります。踊り子109号伊豆急下田修善寺行きです。前から1号車、2号車、3号車の順で、一番後ろが15号車です。前より1号車から7号車が伊豆急下田行きです。後ろより11号車から15号車が修善寺行きです。伊豆急下田行きの自由席は6号車、7号車です。修善寺行きの自由席は11号車、12号車です。それ以外の車両は指定席となっております。そのうち4号車が特別車両のグリーン車です。編成の都合上、8号車から10号車はございませんのでご注意ください。この後止まります停車駅と到着時刻をご案内いたします。品川には10時37分です。川崎には10時46分。横浜には10時53分、大船11時7分、小田原11時31分、湯河原11時44分、熱海には11時51分の到着です。熱海駅におきまして行き先が2つに分かれます。伊豆急下田行きの電車は熱海を出ますと町路12時5分、伊東12時15分、伊豆高原12時42分、伊豆熱川12時55分、伊豆稲取13時5分、河津13時11分、終点伊豆急下田には13時25分の到着です。修善寺行きの電車は熱海を出ますと三島12時9分、三島田町12時14分、台場12時19分、伊豆長岡12時26分、大人12時32分、終点の修善寺には12時39分の到着です。この電車には終点まで車内販売の営業はございませんのでご注意ください。車内販売の営業はございません。ご了承ください。ご利用のお客様、お席を移動されているお客様には従来通り切符を拝見いたします。ご了承ください。また
いつものお願いではございますが、携帯電話はマナーモードの上、通話の際には電気を ご利用ください。本日も特急踊り子109号をご利用いただきましてありがとうございます。次は品川に停まります。その海側の最前列ある1号車 1AB 席だとこんなように足をですね、こんなもうがっつり伸ばすことができます。ちなみにこの足元にヒーターがあるのでここに乗っけることも可能。静岡名古屋方面東海道新幹線。
回地滑り起きてこの辺の駅埋もれたな。ああ、そう、そんなのあったね。寝るかは寝るかはない。ここ行くとさ、三重行きです。熱海に着きました。熱海では後ろ5両の修善寺行きの切り離し作業のためしばらく停車をいたします。なおこの前寄りの下田行きの方が先の発車のため、まあ、あいに切り離し作業は見ることがちょっとできませんでした。では信号がね早速開通したので乗りますか。さあ東京都高校では基本的には、指定席に座っていればね検察省略ということになっているのですが、この方はね検察省略の場合はあの入居員ってスタンプを押すボタンを押す押してもらえないんですけど、車掌さんに言えば押してもらえるんですが、今回車掌さんはなんとですねスタンプを渡されて自分で押してくれということで自分で押させていただきました。ちょっと自分で押すとねちょっと結構大変なもので手に押されますね。これで車掌さんが押した入居員を雑に押しやがってとか言いながらしちゃうか大変ですね。で列車は伊豆田川で運転停車ということで、違うなんか宇佐美ですね。宇佐美で運転停車ですね。すいません伊豆田川でした。ここ伊豆田川で運転停車です。あ、通過しましたね伊豆田川。
着いた。解説するとですね、特急踊り子109号ね、OM 編成の分析いかがだったでしょうか。まあね、乗るんだったら海側ということで 1AB 席、下田方面 1AB 席が、おすすめとなっております。ちょっと海沿いの方行ってみますかね。さあ、まあ糸駅からね、ちょっと行ってください。今ここまであの波が来るか来ないかゲームやってるんですけど、まあそれは置いといて、今回はそんなところ、スコーで行きましょう。おー、来たぜ。まあまあ、というわけで、ご視聴ありがとうございました。あ、これ、かびってんじゃね。というわけで、皆さんも、OM 編成の踊り子号の残りわずかの期間となりますが、E25 の話を聞かれる前に、ぜひ一度は今後ね、あの2月ぐらいに河津桜林っていうね、河津桜シーズンの後、本当電車の本数がもう信じられないぐらい、特急で30分間隔ぐらいでね、いっぱい走りまくっておりますので、ぜひ、河津桜のシーズンに特急踊り子を使ってぜひ、伊豆方面来てみてはいかがでしょうか。というわけで、ご視聴ありがとうございました。